じゃあそれではお待たせいたしました。こちらのステージではまずはシンガーソングライターのチャッペさんとピアニストの岡田美希子さんに登場していただきましょう。シンガーソングライターチャッペさんのクラシック音楽や童謡から培った感性をもとに生み出す美しい旋律と素朴な歌詞はどこか懐かしい雰囲気を醸し出します。加えて独特な透明性を持った伸びやかな声が織りなす優しいポップスは幅広い世代に支持され、現在関西を中心にライブ活動を行っていらっしゃいます。自主制作映画への楽曲提供や福祉施設でのボランティア演奏、また花キューピッド兵庫支部のイメージソングを手掛けられるなど多方面でも活躍されておられ、今日も優しい歌をお届けしますとのことです。そしてピアニストの岡田美智子さんは総愛大学音楽学部ピアノ専攻を卒業され、卒業演奏会出演、同大学音楽専攻科を修了されました。ソロ、アンサンブル、伴奏、室内楽、企画コンサートなど幅広く活動され、保育園、幼稚園、学校などでの演奏活動も行っておられるとのことです。じゃあそれではチャッペ&岡田美希子さんに登場していただきます。皆さん大きな拍手でお迎えください。こんにちは、シンガーソングライターのチャッペとピアニストの岡田美希子です。どうぞ音楽でお楽しみください。彼が太田さんの団体に入ってやる。Shut up!
ドラえもんの曲でございました。まだあれが現実だと思われたら困るの。まだありがとうございます。では、私シンガーソングライターとして、関西を中心に活動をしております。私のオリジナルソングを聴いていただきたいと思います。去年の秋にですね、私こちらの屏風岩の前で歌わせていただいたんですけども、本当に緑が素敵で綺麗で、こんなところで歌わせていただくのは贅沢だなと思っております。そんな自然がずっとずっと続くように、住みやすい地球が次の世代までに続くようにという祈りを込めた歌をお届けします。愛すべきものへ。嬉しいこと、悲しいこと、切なくて愛しいこと、それはね、全部生きてるってこと。
さん、花キューピッドってご存知ですか？お花の宅配サービスなんですけども、組合なんですけども、私、その花キューピッド兵庫新聞のイメージソングを歌っております。今日はその曲を歌ってみたいと思います。はい、
く軽いノリで作ったけど結構うまくできたかなみたいな、ちょっとイナボーの特徴を掴んでいるのか掴めてないのかみたいな感じなんですけど、楽しくお送りしたいと思います。にっこりピースでもじゃんけんは苦手だよ、よろしくね僕イナボー。僕の友達さかなクン、いつでもどこでも一緒だよ。稲川や展望しいたけ松茸栗拾い、稲坊おすすめしし肉、ボタン鍋ししボール、めちゃうまいほっぺ落ちる。だけど僕は食べないで、僕は食べないで。遊ぼう学ぼう稲川町、相撲を守ろう希望を膨らむ、稲坊大好き稲川町、よろしくね僕稲坊、よろしくね僕稲坊。では最後に1曲お届けしたいと思います。東北の復興ソングになっています花は咲くという曲をお届けしたいと思います。ご存知の方はぜひ一緒に歌いましょう。
夜空の向こうの朝の気配に私は懐かしい、あの日々を思い出す、喜んでいただけましたよね。ではですね、このステージで歌ってみてのご感想をお聞きしたいと思います。はい、まずはチャペさんから。ありがとうございます。本当に自然の緑の中で歌わせていただいて、何かいつもと違うパワーをいただきながら歌えたかなと、とても気持ちよかったです。ありがとうございます。はい、では続いて岡田さんにも。はい、屏風は見守られながらなんか気持ちよく演奏できました。楽しかったです。ありがとうございました。さあ、お二人は去年に続き2回目のご登場ということですね。去年は秋にご登場いただいたんですよね。また秋とは違って、季節も夏になりました。印象はいかがでしょうか？そうですね、本当に緑が綺麗でいろんな表情があるところだなと、改めて自然の力というか、ね、自然を守っていかなきゃいけないなと思いました。いかがでしょうか？はい、秋は本当に横後ろも前も真っ赤で、もみじがすっごく素敵だったんですけども、夏は夏で本当に緑が、いろんな緑があって気持ちいいですね、川のそばで。はい、本当に新緑が美しい季節となっていますよね。そしてお二人は普段別々に活動されているんですよね。はい、まずチャッピーさん、どんな活動されていらっしゃるんでしょうか？関西を中心にライブ活動をしておりまして、あとはラジオですね、ラジオのパーソナリティもしております。ありがとうございます。ラジオ関西で、番組をさせていただいてて、今少しお休みしてるんですけど、また、復活するといいなと思っています。
CD も発売しております、今日も少し持ってきてますのでぜひ声かけてください。私もあの幼稚園とか小学校とかに訪れて、あの皆さんと楽しい音楽を分かち合ってみたいな活動をいろいろしてます。そして本日は、披露していただいた歌も入ってるんですよね、 CD には。はい、CD はどちらのブースで発売でしょうか。はい、皆さんの後ろ側、ステージの目の前にあるブースでお二人が販売してくださるんでしょうかね。はい、お二人が販売してくださるということですので、ぜひ皆さんもそちらの方に、行ってみてください。では最後にですね、今後の活動予定、イベントなどございましたらお願いいたします。ブログがありますので、ぜひ CHAPPAY で検索をしてみてください。そちらで詳しく載っています。はい、皆さん、CHAPPE チャッペで検索してみてください。はい、今日は素晴らしいステージをご披露いただきました。チャッペさんと岡田美希子さんです。お二人にはまた夜の7時から2回目のステージにもご登場いただきます。ありがとうございました。皆さん、今一度大きな拍手をお願いします。